はい、皆さんこんにちは。今日紹介するトミカはこちら、イオン限定カーズトミカジムレベリックスタンダードタイプを紹介します。はい、しっかり見ていきます。このトミカはイオン限定のカーズトミカジムレベリックスタンダードタイプです。でボディカラーは全体的にグリーンのメタリックだね。で、ここのブルーのメタリックがすごく綺麗な鮮やかな感じになってるね。すごくかっこいいです。で、フロント周りはこんな感じだね。ヘッドライトとかグリルの部分はプリントだね。で、ボンネットのところにはカーボンファイバーってプリントされてるね。フロントウィンドウのところは目がプリントされてるね。で、ルーフの部分は67番でプリントされてます。で、横から見るとこんな感じだね。すごくこう鮮やかなプリントがされててかっこいいね。ここにも67ってプリントされてて、この下の方にもカーボンファイバー、ちょっと見づらいけどプリントされてます。で、後ろの方はこんな感じだね。ここに67ってプリントされて、テールランプの方はレッドの塗装になってます。で、反対側の側面はこんな感じだね。67ってプリントされて、ここにもしっかりプリントがされてます。で、リアウィングの方はこれは樹脂パーツだね。だけどすごく綺麗にカラーリングされててかっこいいです。で、タイヤの方はサスペンションがついてます。で、特にそれ以外のギミックはついてないね。で、裏の方はカーズジムレベリックスタンダードタイプ2017年のシャーシーになってます。で、このモデルのこのグリーンのメタリックとブルーのメタリックがすごく綺麗だね。インターネットとかで見るとこのグリーンがどんな感じかなってよく分かんなかったけど、やっぱり実物見たらすごく綺麗なボディカラーになってます。で、カーズクロスロードの映画に出てくるマックイーンと比べるとこんな感じだね。マックイーンもかっこいいけど、このジムレベリックはこのワイドなボディがすごくかっこいいです。で、ボディのメタリックの感じもすごく綺麗だね。箱の方はこんな感じだね。正面のパッケージにジムレベリックの写真があって、ここにイオンのオリジナルのロゴがプリントされてます。で、側面はこんな感じだね。で、裏の方はこんな感じになってます。このパッケージで見るよりもやっぱり実物はもっと綺麗なカラーリングだね。はい、今日はイオンオリジナルのカーズトミカジムレベリックスタンダードタイプを紹介しました。で、このトミカはイオンオリジナルのカーズトミカなんだけど、イオン限定でカーズトミカが発売されるって珍しいね。ちょっと詳しくないけど、ひょっとしたら初めてかもしれないね。で、今回のこのモデルみたいにまたカーズトミカがイオンから発売されるといいね。で、このモデルは発売日の朝にイオンで買ってきました。さすがに平日だけあって並んでる人ほとんどいなかったね。で、インターネットの方では12時発売だったんだけど、30分ぐらいしたら完売になったのかな。インターネットのページから消えちゃったよね。で、ちょっとその辺謎だけど、このトミカはおすすめだね。すごくカラーリングが綺麗でした。はい、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。またチャンネル登録の方もお願いします。今日もおしまいです。バイバーイ。